ロボホームロボホームはウェブ上でのホーム記入が可能なパスワードマネージャーソフトウェア。このソフトウェアは Windows、MacOS、Android、iOS、Linux の各 OS 上で利用可能でインターネットエクスプローラ Firefox、Chrome、Microsoft Edge、Safari、Opera など主要なブラウザにおいて拡張機能として動作し、ロボホームの主要な機能はログインデータや その他の情報を保存し、必要に応じて、ウェブサイトの記入欄に記入すること。ロボフォームは1999年にセバー、システムズ社によりリリースされました。ロボフォームが管理するパスワードや、その他のデータは、PBKDF につきの ISE256 暗号化方式を用いて暗号化されます。データを複合するためにはユーザーが設定したマスターパスワードが必要となります。 また暗号化と複合は常にデバイスレベルで行われます。データはローカル、クラウドの両方に対応しています。ソフトウェアは個人向けライセンス、家族向けライセンス、ビジネス向けラインセンスのいずれかでライセンスされます。個人ユーザーであれば無料サービスとしてロボホームを利用することも可能ですが、デバイス間の同期、クラウドバックアップ、ウェブアクセスなどのサービスを受けるためには、 有料ライセンスが必要です。家族向けライセンスは5人分のアカウントまで利用可能。ビジネス向けライセンスでは集中管理機能など、企業や組織で必要となる機能が提供されます。ライセンス期間は1年、3年、5年があります。PC マガジンは2017年4月にロボホームを星3.5と評価しました。ありがとうございます。